い、どうもこんにちは。ついにマスクが尽きた。どうも、モーターズの大和です。ついになくなってしまってですね、今家にはですね、湯沢屋で買った生地とかがあって、これから自作マスクを作る流れになっております。で、この間1万キロ動画出したら、なんかいろいろ皆さんに書いていただきました。細かいところ直そうと、いいから早く直そうと、ということでですね、やっぱりマイク壊れてたっていうことでナレーションを別撮りしてるんですけれども、まあ、ちょっとヤマトのビートレストア企画としてですね、これからビートいろんなところ直していこうと思うんですよ。この動画が出る頃にはもうシフトブーツを直した動画っていうのが上がってると思うんですけど、その他にもですね、まあウェザーストリップ、雨漏りの部分ですよね、こういったところを直していったりとか、だんだんブッシュとかそういったところもリフレッシュしたりとか、ガタピシオンがすごいんでね、この辺も綺麗にしていったりとかして、僕のビートガンガンリフレッシュしていこうと思うんで、この企画続くの楽しみにしててね。じゃあ本編いってみよう。モーターズ、はい、というわけでですね、見ていきたいんだけど、よ、助手席はあれですね、ビートあるある、荷物を置くところは助手席っていうやつですね。でね、見てほしいのがね、ここなんですよ。これ、この間ね、つけたドラレコですね。これね、つけたはいいんだけど、あの動画の中で配線は後でやればいいやって言ったでしょ。そのおかげでね、見てこれ、サンバイザーのところからですね、ビューっといって、配線むき出しでビロビロでダッサいの。ワクワクしないんだ、運転してても。あなたの周りとかでもさ、そのシガーソケット3口とか2口に増設してる人とかでさ、配線系こう出しっぱなしみたいな人いないですか？あれがね、すごく個人的には好きじゃなくて、車内にケーブルがいっぱいあるのが嫌なんですよ。なので今日はですね、僕のこのビートを使って、配線でどうやって隠したらいいのっていうのと、ビートの場合って配線どこに隠すのっていうのをお送りできればなと思います。ちなみに僕も今回初挑戦なんで、ちゃんとできるかは分かりません。なので頑張るから最後まで見てね。さあ、というわけでやっていきたいんですが、まずですね、こういった、ミラーというかドラレコとかのケーブルって、まあ、バックカメラのところとかもそうだけど、屋根の内張りの中ケーブル通したりとかするんですよ。ただね、ビートこの通り、今日もいい天気ですねという状態なんで、屋根なんかないんですね。じゃあどこを通すのかっちゅうと、フロントガラスのここ、この中に入れてビューっと来て、 A ピラーの中を通して、ダッシュボードの中を通して ETC はここに来てるわけだな。なのでそれと同じようにドラレコのケーブルもこの中に入れちゃって、で A ピラーを通してシガーソケットから電源取ってるんで、この中ですね、ここの中を通してこっちまで連れてこようと思います。なのでまずはこいつを外す作業ですね。ネジが2本ついてるんです。これ両サイドにあるんだけど、外せばここがそのまま取れるらしいです。じゃあまずは外してみましょう。使うのはまずはプラスドライバーです。ここについてるさっきのプラスのネジを外していきます。取れましたわー。なんか片側しかワッシャーがついてないんだけどまあこの辺は古い車のご愛嬌ですね。取れました。ここまで取れたらもうあと端からバコバコってやれば取れるらしいですよ。細かいな。ベロベロって言ってる。はい、取れました。このピンがね、上にパコンってはまるようになってるんで、一回ネジを外したらクイって曲げて、マイドラでクッて押してあげると、このピンが下に下がって簡単に取れると思います。そして汚い、こういうところも何かの作業のついでに綺麗にしちゃいましょう。ビートの、裏側のフレームでございます。うわ、こことか超綺麗。本当のキャプティバブルーはこれぐらい綺麗だったってことだよね。 ETC の線がこんな感じで伸びて A ピラーの中に入ってます。これもね、同じようにしていきたいと思います。でね、 A ピラーはもう引っ張れば取れるって書いてあったんだけど、こういうパワー系作業するとね、怒られるんだよ、いろんなところに。ちょっと車いじってる人にあるまじき発言だけど、力いっぱい引っ張ったら取れた、ちゃんと。あとは下側だけだね。ここを外してあげようと思います。取れましたわ。こういうところにちゃんとカタカタ言わないようにスポンジとかついてたりします。そしてブラッカーはやっぱりホコリまみれです。これは綺麗にしてからつけましょう。フレームはこんな感じ、ピューンとピューンとこんな感じですね。 ETC の配線がついてるところに沿わせるのが一番いいかな。ここを参考にして通していきましょう。
で、この中を這わせた上で、次はね、この下を通したいんですね。中に入れて、ステアリングの下のとこ、ここに渡してあげれば、配線は綺麗に隠せるはずです。なので、このネジですね、こっちと、こっちにもあるはずなんだけど、もしかしてこのシガーソケットの裏かな？せっかくつけたのに外さないとダメかな？嫌だー、嫌だよー、やりたくないよー、うわー、取っちゃったー、ここですね。なのでこの2箇所を外して、この中を配線通すようにします。外していくぜ。皆さんはこうやって落とさないようにマグネット付きのやつ使ったりとかしてね。あとネジはトレイとかに入れてなくさないようにね。 DIY やるときの鉄則だよ。というわけで2本取れましたので、もうあとはこいつがほぼフリーになっているはずなんだけど、はい、ネジ2箇所外して開きました。本邦初公開ステアリングの下側って感じですね。ぐちゃぐちゃ、これは見なかったことにしたいな。あ、今ちなみにぶら下がってるのはですね、シガソケの影響もありますけど、ここね、わかるかな、奥爪で引っかかるようになってます。ケーブルが引っ張られちゃっても良くないなと思ったんで、一旦今このようにしております。ここ綺麗に配線し直すのだけは嫌だな。というわけで隠していこうと思います。今度はひとしきり外せたんで、隠す方向をやっていきたいんですけど、だいたいこういうものって、最初にみんなやるのってこの物に対してこっちのケーブルを挿すでしょ。でも今回はですね、車の中を通していくんで、ちっちゃい方がいいんですね、その通すものとか。なので、逆です。この電源ケーブルから通して上まで持っていきます。でここでちょろんって出しといて、こいつを挿せる状態にしとくって感じですね。この後さ、バックモニターをつけるっていう動画も控えてるんだけどさ、その時多分また同じ手順やるんだよね俺。容量悪くない？今回はシガーソケット増設のところにこいつを止めるの で、でその増設のシガーソケっていうのはここにつくようにしておきますと。なので、ここに一番でかい先っぽですね、これが来るようにしておきたいんですね。でそれ以外は基本この中を通して見えないようにしたいということなんで、ここから順繰りに電源ケーブルを上に向かって通していきます。この配線の引き直しっていう作業さ、一番個人的には車いじりの中でつまんない作業だと思うんだけど、でも綺麗にできた時はこれが一番いいんだよね。こういう作業をするときにですね、仮止めをするマスキングテープとかがあると非常に楽です。がズボラな僕は持ってきてないので、ガムテープの切れっぱすでやります。はい、ここにですね、GPS のケーブルが来るんで一旦落として、こんな感じで仮止めしていきます。 GPS はね、ここに置くことに決めたんで、ここにいらんケーブルを隠してここ通してあげるだけ。問題はドラレコの電源ケーブルでございます。一番距離が長いぞ。こっちもこんな感じでね、一旦仮止めしておきます。そうすると後の作業がめちゃ楽。こことここがつながってるんで、この中からここを通します。来た、来ました。このまんまあとはシュル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 出ました。こいつも同じように仮止めしてあげます。はい、ざっくりで出した位置だけど結構バッチリじゃない？これ端子の向きが決まっててね、この向きでケーブルが曲がって出ちゃうのが嫌なんだけど、まあでも最低限隠せるかな、こういう風にすれば。こっちはねもう曲げられないんで、これで決めるしかないですね。僕の今回のわがまま配線はですね、このシガーソケットのこの束、こいつも表に出したくないんですね。なのでここのシガソケにこいつを挿した上で、配線っていうのはこの中に隠して、でこいつを外に取り付けたいと思います。というわけで今見えるかな、ここから出してこの中にこいつを入れ込んで、反対側は隙間があるんで、こっちから引っ張ってここにつけようと思います。いいじゃん、元の状態よりもだいぶすっきりしたじゃん。やっぱね、配線は見えないようにするのに限りますね。じゃあ今度はこのピラーとかも固定して戻していきます。ちょっと欲が出てきたな、この GPS のユニットここにあるのダサいよね。ピラーの中に仕込めないかな、これ形状がね
こんな感じなんですよ。結構クリアランスあるんじゃないのこれ。入れちゃおっか。狙ったわけでもないのにバッチリ。わかるかなこの完璧な位置調整。一切干渉しないで入る。我ながらすげえこれ。はい、というわけでエピラー戻していきます。ムムム。GPS ユニット干渉してつきません。取り付け位置を下に下げたらいけました。はい、装着完了。エピラー、ね、このウェザーストリップをね忘れずに戻してあげてね。雨漏りするよ、すごいことになるからね。はい、というわけでエピラーこんな感じで、フロントウィンドウの上のところ、今ケーブルが通ってますね。もうガムテこのまんま通しちゃおうかな。保護するようなテープが今ないんだよな実は。いっちゃえ。まあ、外から見てもちょっと反射しちゃってるけど、このケーブルがちらっと見えるぐらいで済みそうですね。じゃあここもつけていきましょう。向き間違えないようにね。こうだね、ここの金具に合わせてだからね。センターだけが今止まりましたので、この状態でこいつを一回つけてみます。ほらいいんじゃない、これもう出てるのここだけ。こことまだちょっと両サイド止めてないんでふわっとしてますが、この後固定していきます。髪を切った私の、なんかねスネ夫とか言われたんだよね、結構ショックなの。じゃあ逆の手順で止めていきます。運転席はこれが書いてあるんですよ。危ねえ、間違えるとこだった。まあ、ちなみにね、車いじりをね事故なくやる方法として、横着はしないこと。今みたいにね、運転席からここ無理やりやろうとすると体痛めたりとかするから、横着せずちゃんとこうやって助手席に移動して正しく踏みつけるのっていうのが大事です。できた。というわけで完成。テレテンテテン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 、なんということでしょう。匠の手によって強烈にとっちらかっていた配線がこんなにも美しく前から見えないほどにまとまってしまいました。というわけでですね、無事バッチリ配線隠すことができました。イエーイ。使った工具もですね、ビートの場合はプラスドライバーだけですね。ここのピンを外すのに僕はちょっとマイナスを使ってクイッてやりましたけど、まあ、多分ね状態によっては、こんなマイナス3が使わないでパコパコパコーンって取れちゃうんじゃないかなと思います。いやでもね、ほんとね非常に満足度高いですよ。実際ね今僕撮影しながら作業してちょうど1時間ぐらいなんで、賞味45分とかそれぐらいでできちゃうんじゃないかな。で特にドラレコとか、あとはまあスマホの充電器であったりとか周辺機器っていうのをねつける車っていうのは本当に増えてきてます。でやっぱねケーブルってピロピロンってしてるとちょっとかっち悪いんすよ。それをねやっぱこう見えないように隠してあげるだけでだいぶ車の中ってスッキリするのでとってもおすすめでございます。今度僕はねこのケーブルを隠したことで ETC ユニットの位置がすごい気になってるんだけど、まあそれはまたの機会かな。ピートはこんな感じでしたけど、現代の車はもうちょっとこう丸いピンがあってね、それをこうマイナスドライバーかピンを外す、工具でパチンパチンパチンって外してガボーンって取れると思うんで、それで取り外して中を配線をはわしてあげるとするだけでこんなにも綺麗になるんで、ぜひ皆さん試してみてください。今回はビートの DIY 企画ということで配線隠しっていうのをやってみました。こっから先もですね、この車はいろんなことやっていこうと思うんで、まああの実は急務でやらなきゃいけないのは雨漏りの対策なんだけど、まあそこも含めてねやっていこうと思うので、みんな楽しみにしててね。ビート関連のねこう YouTuber さんとかとも絡めたら嬉しいな。で有名な方いるじゃないですか、マーさんとか、ああいうところに行っていろいろ教わったりとかやりたいですね。じゃあそういうわけで今回は、配線を直しました。非常に簡単です。難易度多分星5つあるとしたら星2ぐらいでしょうか。ちょっと力仕事とどこで止まってるかがわからないパーツがあるんで悩むかもしれないぐらいかな。今ね特に外出できなかったりとかするんで、こういう時に愛車のこういう細かい整備とかやるとこの状況が終わってねバーンとお出かけできる時に気持ちよく出かけられるんで、ぜひ試してみてください。それじゃあここまでご視聴いただきありがとうございました。
この企画を見て面白いと思った方、このチャンネル面白いなってちょっとでも感じてくれた方、ぜひぜひ高評価およびチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。さあ車庫に車しまおう。あれ、あら、つかねえ、つかないじゃん。どこだよ、引き直し。嘘だろ。ここまでご視聴いただきありがとうございました。モーターズチャンネルではスポーツカーからキャンピングカー、最新の車にパーツ情報など、車の面白さを伝えるために僕たちが日々走り回っています。あなたの好きな車が出てくるチャンスがいっぱいあるので、ぜひチャンネル登録してください。登録したらベルのマークも忘れずに。